さあバロ吉レジーをやってまいります。どうも、安尾と申します。本日はですねこちらのバロ吉の目の前から始まるんですが、あとでねシミュラクラの方で試したいことがあるので、まあ、早速ねバロ吉見ていきましょう。バスティロクが来ておりますね。これ今年の天の魂でもらえたガンブレードなんですけれども、来るの意外と早かったね。しかもバロ吉さんなんだね。前回さアトモスじゃないや、なんだっけ、アトダイか、なんかセミオーとかフルオーとかなんかようわからんやつとホールドの組み合わさった武器があったんですけれども、レールジャックでねもらえたはずなんですが、今回の天の魂さんの武器は、はい、バロ吉となっておりますね。既存のねサルパーよりも SI をつけることによって走行値削りがどうやら早いみたいなんですよね、こちらの武器で。これ切断にも結構割り振られてるので、まあ、ガンブレードの中ではそこそこ強いものではあるんじゃないのかなと思います。特に SI で走行値削りが早いっていうのはかなりでかいところですね。ほう、今回武器3つ持ってきてる。なんかレリックが2つあるんだけど、これ何ですか。アクシの英語レリック AK バストプライム、これあれか、リサージェンスでしたっけ。そちらのイベントで、これ英語レリックが入手できるみたいなんですけれども、バロ吉でも持ってか、もともとバロ吉さんだったのかなやっぱ。あの動画でねバロ吉さんかボルトのレリックかっていう形で曖昧だったんですけれども、やっぱバロ吉さんのレリックだったんだねこれね。でこれもう一個何、俺持ってないけど、A8 レリック、ブラトンプライムストックとイクイノックスシャーシ、ピラーナ、ピラーナのバレルとグラム P の設計図、そして AK ソマチのリンク、AK ソマチのリンクがちょっとよくわかんないんだけど、グラムプライムの設計図とピラーナプライムのバレルか、これボルトに入って入ってるやつだよね2つともね。グラムも確か入ってるはずなので、それとも今プライムドリサージェンスやってるせいで特別に持ってきてるとかそういうオチなのかどうかわかんないんだけど、とりあえずこれボルトのレリックだね。特にピラーナプライムのパーツもらえるのはかなり嬉しいね。ヘモサイトとかああいったボスに対してかなり有効な武器なので、ぜひとも欲しいねっていう武器の一つなんですよね、地味に。ピラーナプライムっていうのは。で他としてはクローマのイモータルスキン持ってきてるねこれ久々に見た気がするわ、このクローマのイモータルスキン。多分これ3回か4回目ぐらいだと思うわ。で、ネクロメカシリーズのパーツっていうかアーマーか、これいっぺんに持ってきたんだねあ、しかもこのポスターも来てるね。初めて来た時ね、こいつら何なのかよく分かってなかったんだけど、これってことは2回目ってこと、このポスター。どうしよう買おうかな、ちょっと迷うなこのポスターで、元の方が霊気のプライムドのショットガン、で、ブーメランの近接モッド、ちょっと微妙かもしれないですね。そうだね、ここ2、3回ぐらいモッドが貧弱だったんだけど、今回、プリズマテトラにバスティロクまで持ってきて、グリーンロクも武器3つだしね、しかもプライムのボルトのレリックも持ってきてるのでね、しかもネクロメカのアーマーとか、あとねポスターも2回目なので比較的に新しいものを持ってきてるので、まあ悪くないかな。ただモッドがちょっと貧弱だったっていうだけで、他のやつはもう完璧だね。結果としてはかなりいいバロ吉だったんだけど、サムネどっち使おうかな、 A8 リリックかバスティロク。まあバスティロクにしよっか、一応サムネ取っとこう。さということで、まずは準備しながらね話していこうかなと思います。まあ、今回のアップデートの方でね、いろいろと緩和が入りました
ね、ガルダってスペルなんだっけ、これで出てくるかな、あ出てきたね。なんかアンプとかネクロメカとかの素材がだいぶ緩くなったっていうところなんですよね。まあ、ニューモーの方が12月には来るよというアナウンスが入って、さらに日本時間で言うと、12月の1日かな、うん、1日にどうやらデブストかなんかやるみたいで、で、まあ、深夜ですね、1日の深夜にやるみたいで、でニューウォーのなんかムービーかなんかお見せするみたいな形が入ってるので、なんかこのタイミングでさ、アンプとかネクロメーカーとか大幅な緩和が入るっていうのも結構怪しいものなので、もしかしたらニューウォーの方で使うのかな、アンプとかがっつり。なので今のうちにちょっとね、集めておいた方がいいんじゃないのかなと。特にフォーチュナのアンプとかだったら、結局ボックスソラリスやるためにはその前のね、シンジケートをマックスまで貯めないといけないので、しかも今だったらさ、イベントでリサージェンスがあるのでね、ボルトのレリックがもらえたりするので、ついでにね集めるのもいいんじゃないのかなと。はい、さらにねシンジケートポイントも稼げますよということで、まあ、一石二鳥なのかなと思います。でね、それとはまた別なんですけど、全く関係ないんですけども、なんかガルダめっちゃ使いやすくなってないっていう話なんだよね。ちょっとやってみようか。これわかる？今のわかる？4番めっちゃ使いやすくなってないっていう話なんだけど、まあ、地上の方で発動しても大して変わってないんだけど、空中で発動するとすっげーふわって浮くようになって、さらに今までね、なんかこの4番発動した後のエイムグライド、これね、これなんかすごい遅くなってたんだよ。うん、なんかエイムグライドうまいことかかんなくて、すぐね、例えばちょっとやってみようか。こんな感じでライノのパッシブすぐ発動してたんだけど、エイムグライドかかんないせいでキャンセルできなかったんだけど、なんかすぐかかるようになって、こういう風に簡単にかけられるようになったね。例えばこんぐらいの低いところからだったらもうかけられずに、なんかすぐパッて落ちてライノのストンプ発動してたんだけど、なんかすごい使いやすくなったっていう4番が。なのでこの空中戦法っていうのがすごい戦いやすくなったおかげで、こんな感じで起動できるようになりましたよと。1番もかけやすくなりましたよと、空中で4番発動後に。まあ最近の流行りっていうか、個人的な流行りなんだけど、まあフレームのビルドね、見ていただけてる方だったらわかると思うんですが、まあ、武器を強化しまくろうというビルドをね、最近結構多く上げていると思うんですよね。例えばこのレベラントとかもそうでしたよね。あとナイダス、どこだナイダス、見当たらないですね。まあミラージュとかも上げましたよね。今回から新しく追加されたトリニティの増強モッド、まあ4番なんだけど、まだねビルド完成してないんですが、ちょっともう一回探そう。今ね組んでる最中なんだけど、全然調整とかも入ってないんで、まだまだ変わると思いますね。特にアルケインとか全然変わってくるんじゃないのかなと。オーラとかも変わると思いますね。でこれね結構強くて、まあ、本当はクリティカル確率上げるモッドじゃなくてクリダメ上げるものが良かったんだけど、まあ、クリティカル確率 で最大 350% が天井なんですけれども、この350%って結構高いんだよね。ナイダスの1番でさ、なんかアビリティ力260とかまで上げて、やっと320%とかだったような気がするんですよね、前回紹介した時の。なのでこの350%っていうのが結構高い数字で、さらにこの4番維持するの結構簡単なんですよね。自分のヘルス回復しても維持できるみたいなので、これね簡単にできるみたいなので、リンクトリと組み合わせたら結構強い動きができるんじゃないのかなと。うん、ただねビルド組む上で、まあ、アルケイン枠が、もしかしたらエラプションとかになると思うんだけど、てか多分エラプションとかになるんだろうけど、アベンジャーまでは積んでる余裕はないかなっていう形だね。なので、まあ、ナイダスよりかはクリティカル性能は低いんだけれども、かなり支援性能の高めな、ビルドになるのかな。まあもともとトリニティ自体がね支援性能高いので、まあといった差別化はできるのかなといった形のビルドが出来上がりそうですね。まあ今回のバロキチラジオそれだけなんですけれども、ということでね、まあ12月、まあいよいよニューウォーが
はい、その前にデブスとかなんかで PV かなんかムービーかなんか見せてもらえるみたいなので楽しみですねということで、はい、トリニティの方はね、まあ、近々完成次第動画上げると思います。はい、以上、ヤスオでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。